11月10日に東九州龍谷高校特別進学コースのクラスにて、優しい日本語について学ぶ授業を実施しました。このクラスでは、防災の探究活動を行っています。その活動として、防災マップや動画を作成する際に、高齢者や外国人にも分かりやすく避難の方法などを理解してもらう一環として、優しい日本語について今回学んでくれました。講師には、立命館アジア太平洋大学言語教育センターの本田亜希子教授をお招きし、優しい日本語の話し方や書き方について、日常で見かける会話や案内などを例にお話ししていただきました。そういう優しい気持ちで、簡単な相手に分かりやすい日本語を使うことが優しい日本語なんだけど、何が優しいかっていうのは実は、相手によって違うんですね。これが優しい日本語です。この言い方をすれば誰にでも分かりますみたいな優しい日本語っていうのはない。だから優しい日本語辞典とかいろいろ出てて、この言葉はこうやったら優しいよみたいなの参考になるものはありますけど、じゃあそれを見て全部その通りにしたら本当に優しい日本語になるのかって言ったら、そうとは言えない。相手によって違う。グループワークでは、減災のための日本語を優しくした際のポイントは何かなどを考えて発表をしました。カタカナの言葉が使われていない。使っている感じが少ない。使っている感じが少ない。そうですね。あ、どうですか、だんだん少なくなってきましたよ。はい、じゃあ、どうぞ。余震の意味が書かれている。余震の意味が書かれている。すごい。簡潔にはっきり書いているです。はい、すごい簡潔に書いている。だから、まあ、皆さんこれからいろいろ、優しい日本語 のビデオを作ったりするのかな。でその時に、言いたいことが何なのか、ここで伝えなければいけないことが何なのか、でこの時どう行動してほしいのかっていうことも考えて、それをはっきり言うっていうことを気をつけてほしいなと思います。そう、今日は優しい日本語を教えてくださりありがとうございました。私はもともと優しい日本語に興味があって、以前バドミントンか、カルタの外国人との交流イベントに参加したことがあったんですけど、その時この優しい日本語を使って話すことがすごく難しくて、ちょっと悔しい思いをしました。で、今日の授業を受けて、優しい日本語についての学びが深まって、この先いつ外国人の方と話す機会があっても適切な対応が取れると思います。今日はとても面白くてためになる授業をしてくださり本当にありがとうございました。ありがとうございました。